どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、また巻き方の動画をちょっと作ってみました。以前ちょっとやらせてもらったのが、まあ普通にロングの方向けと、あと前髪が長い方向け、あと、短い方、ボブとかミディアムの方向けの巻き方をちょっとやらせてもらったんですけど、今回は結構またリクエストもいただいてて、この横の部分がやっぱペタンってなる人が多いというちょっと意見も聞いてたので、ここの部分の、ボリュームの出し方、この巻き方ですねをちょっと今日はやってみました。まあ前のやつとかだったら結構毛先だけになっちゃうんですけど、ここの中間の部分だったりとかが結構ふんわりとするやり方なので、ボリュームが出ないでお困りの方、よかったらこの方法でもやってみてください。で、一応ミディアムヘアみたいな感じでボブみたいな長さなんですけど、ロングの方も全然使えるやり方になってますので、合わせてよかったら見てみてください。それでは動画をどうぞ。で、まずブラシで全体の髪の毛を解いていきます。ここで引っかかりがないぐらいまでしっかりと解いてください。で、後ろでだいたい半分に分けます。片一方はダッカールで留めておきます。次に鉢植えの髪の毛ですね、大体でいいんですけど、表面の部分をこのぐらい分け取って、ここをまずダッカールで留めておきます。で、残った下の髪の毛を、まあ、耳後ろぐらいまでで持ってきてもらって、ゴムで結んでいきます。この時に強く結びすぎないように注意してください。表面の部分ですね、次をまとめてゴムで結びます。少し表面は若干やや上気味にまとめてあげると上手に巻けるので、ちょっと上気味にまとめ、反対側も同様に鉢植えの表面の部分ですねを取り分けて、もう本当に大体で大丈夫です。ダッカールで留めます。髪の毛を集めて耳後ろぐらいですね、ここでゴムを結びます。表面の部分も同様に、ちょっと上の部分ですね、ゴムで結びます。こんな感じに結び終わった状態です。これ上と下で、反対側も上と下で結んでる状態です。で、表面の部分を一回ダッカールで留めておいて、下の部分から巻いていきます。細かく毛束を取って、コテで内巻きに巻いていきます。全部毛束を取ったら同じところに持ってきて、後ろの髪の毛ですね、これも前に持ってきて、全体的に同じ方向で巻いていきます。次に上の髪の毛も取り分けます。毛束を少なめに取って、で、上の髪の毛は少しこう中間ぐらいからコテを一回入れて、一回転だけさせて、そのまま滑らしていきます。これも同様に毛束を取って同じところに持ってきて、内巻きですね、中間から入れて毛先に抜きます。反対側も同様にやっていきます。上の髪の毛をダッカールで留めて、下から巻いていきます。表面の部分も同様にやっていきます。毛束を取って中間からコテを入れて一回転だけさせます。
はい、これが巻き終わった状態です。上が中間からカールが入って、毛先の部分がまあ大体ワンカールですねぐらい巻いてる状態になってます。では次にゴムを外していきます。オイルをつけていきます。少しなんかカールを引っ張って飛ばすような感じにしてあげて、つけてあげるとまんべんなく綺麗にオイルがつきます。するとやっぱ表面をちょっとゴムで巻いて違う巻き方したので、この辺にボリュームが全体的に出てる感じになってます。全体的に毛束をなんか少し細くというか、こうまとまってるっていうか、ちょっとこうほどいてあげる感じにしてあげると結構ルーズ感が出て今っぽいヘアスタイルになるかなと思います。で全体的にバランスを整えていったらこんな感じで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。表面というか中間の部分ですねがしっかりとカールが出てルーズな動きになってます。横のボリュームが出ない方、よかったら参考にしてみてください。